それが我が一族の身に抗う知れ者どもよ。風かけ殿、この一瞬で五影の人が、ボルト、貧血だけじゃない。いや、別物ってよりただの化け物ってとこだな。抜かせ。出たな、キュービーの化け狐め。そいつの力だ。もうさっさと派手な術でやっちまおうよ。適当なこと言わないでくださいよ。あっ、あっ、このカラフリングの力を食らえ。やれやれ、やってくれたな、クソったれ。なるほど、それは我らの胆のようなものだ。なんだ、そういうことだ。分かった。ボルト、お前の人道は何だ。確かに古臭いかもしれないが、今回の戦いでその時が来たら分かる。お前がやるんだ、ボルト。俺を信じてくれた師匠、信じるんだ。なんだ、届かないのか。貴様ら全員行くところは同じだ。螺旋丸を習得してくれば弟子入りを認める。俺がそう言った。消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。自分でもどうやってんだかわかんねえけどな。そんなことで勘違いするなよ、ゴミども。見えないがどうした。ボルト、螺旋丸は。お前、これが父ちゃんの。負ける気がしねえ。見たぞ、二度目はない。貴様か。
我の存在を感じるか、人の子よ。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。この青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。けどわからねえことは、その運命、見事。正確には大筒木を名乗る敵とボルト君が言ってて、俺やったのか。忍びの本質は変わらない。時代がどう変わろうとも。ボロボロだな。お前もな。ああ、今日までのトータルで引き分けってことにしておいてやるってばよ。俺は渦巻ナルトの息子、渦巻ボルトだ。よかった。ああ、ありがとうボルト。お兄ちゃん大丈夫？なんともねえよ。事件は五影たちが力を合わせて解決したと発表され、大変だな五影くんも。本当にいいの？新しいのにしなくて。ああ、これが格言だ。あ、謝ったから何だって言うすか。俺がやっちまったことは消せねえけど。新規じゃ。そうやって全員に謝ってるの？ま、もともとあんたが悪いんだから。くせえな。また必ず襲ってくるはずだ。とりあえず俺たちが今やれんのは。ガーラたちの話だと、奴はまだ実力を隠してる。わかっている。桜ちゃんとか、サラダとか、なんだ。お前に言われる筋合いはない。渦巻ボルトのことを考えていました。奴は立ち向かった。お前が手をこまねいてる間にか。戦う許可を与えなかった。お言葉ですが父上。それでチャラじゃん。新規がいるから俺も戦えるっす。お前たちの人道が果てしなく長いと知ることの方が先だ。ボルト。サスケさん、奴と直に接触したお前とリンネガンで見ていた俺以外は、お前の身に起きたことは普通じゃない。用心するんだ。今は目の前のことに集中だってばさ。え？俺の弟子の証だ。俺が教えた基礎をマスターできていたらな。そいつは任せとけって。ねえパパ、いつまで里にいられる？何をしたいんだ？あのね、豪華級の術を、夜はママがご馳走を用意して待ってるって。行こうパパ。今回は現場で巻き込まれた下人の方をスタジオにお招きしております。やっぱチームワークと根性。ああ、素晴らしい。本日はありがとうございました。僕もインタビュー受けたんだけどな。知らねえよ。やっぱり私もついていけばよかったな。いずれは君も。ねえボルト、本当はあんたもおかげに。おかげになるのはお前だろ。だったら俺がサポート役だ。しっかり守ってやんよ。俺が目指すのはサラダ、お前の父ちゃんみたいな忍び。あ、なんだよ、俺の顔になんかついてるか。え、いや別に。私用事を思い出したから。そして自覚。ドラガマでゲームなんかするからだってばさ。お前だって。お
上等だ。運命だか呪いだか知らねえが、俺は火影を目指すわけじゃねえ。